おはようございます。5月25日、午前10時1分、モーニングショットをお届けしたいと思います。えー、本日の方針でございますが、えー、ドル円は127の0515で売りから、127の40ストップ、126の5040買い戻し、ユーロドル1.07、05、1.0695、え、で、ー、おしめの買いから、1.0675ストップ、1.07556号売り食いを、ユーロ円は136円、 3545売りから136円の80でストップ135円の7565で買い戻し、えー、ポンド円、えー、こちらは159円の、えー、4555売りから159円の80ストップ158円の4030買い戻しタイドルは1.255565売り1.26ちょうどでストップ1.24の9585買い戻しオージー円は90円4050売り 90 89円のの75ででストップ655買い戻しタイドルは0.707060で買い0.7045ストップ0.714050のリグイニュージーエンは82円の4555の売り82円の75ストップ81円の5040買い戻しタイドルは0.642010買いから0.6395でストップ 0.6495、0.6505で利食いのイメージを作りましたえ本日はちょっと所用がございましてまた相場の方でゆ,ゆっくり見れませんのでえ差し値の方はいたしません、えー、あそれとあのご質問いただいておりますのでえお答えをしたいと思います、えー、まずあの以前にですね、えー、縦軸の調整ですね、えー、どのようにしてったらいいのかというようなご質問を前にいただきました 基本的にはポジションを増やしていって、またそれをリグっていくといった形を取るときに、イメージとしてはひし形をイメージをしていただきたいと思います。例えば上昇気象のときに、例えば打診買いで、例えば1単位買ってみる、まだ行くと思って3単位買ってみる、で次に5単位買ってみると、そうすると全部で9単位買ってもます。で、これからですね、全部をまとめてリグうのではなくて、上がっていったときに、例えばその3単位、3単位打って、最後に2単位打って。 そうすす。ると、ままだ1単位、えー、残りますで、これをその1単位残すことによってこれが上にまた大きく跳ねればコストのいいものを1単位持ってますからさらに上を買い増しすることができるもし買って残り1単位残ったままですね反落し始めたら2単位売れば今度ショートにひっくり返りますんでポジションをひっくり返す形にもやりやすいだろうなとしたがって増やしていくまた減らしていくというのがこう ひし型のイメージを頭の中に作っていただいて、えー、買い上がる、そして、えー、途中から利食い始めてどんどん玉を減らしていく、で、全部減らしてしまった時に、あと上にボーンと突き抜けた場合っていうのは、やっぱり高くてやっぱり買えないんですね。なので、1体だけでもその低いコストの低いロングを持っていると、上を買えると、そんなようなイメージがございますあともう1つ、えー、ご質問です。 スカルピングのヒントをいただければと思い質問させていただきましたと、えー、利食いは1.5から2.5千程度、まあ、ドル円ですねその後も伸びそうならばまた入れば良いという,うことでした例えば1回目のエントリーは直近安値を割ったことを根拠にショートし2 0程度利食いましたその後結果的には20銭落ちた場合落ちていく途中で第2第3のエントリーのきっかけ根拠はどのようなものがあるでしょうか またエントリー後すぐにスプレッドがパッと広がった場合、やめるか落ち着くまで待つかなど、スプレッドが広がってしまった場合の動きのヒントもあれば教えていただけると助かりますといただきました。えー、まずですね、えー、例えば結果的に20銭落ちる。その落ちる過程でも20銭全く戻りがないまま、えー、落ちていくことは多分ないと思うんです。なので、どこかで1回止まって多少反発がある。 そうすると、また直近安値を割ったときに売れるという、ですね、前回おやりいただいた2000を取ったときと同じような形で、下落の最中にもう1回安値を更新していく場合には、そこを売ってみるで、戻り売りというのが実はこれ、結構難しくて、次にですね、あんまり低いところの戻り売りをしたときに、ショートカバーで引っ掛けられて損切りをさせられることがよくあります。ししいまして、て例えば1分足を出しているような時に、 えー、5の移動平均線を一緒にそれに添えておくと、ですねその5の移動平均線を超えてきたら、ちょっと1回ショートやめると、ロング取れるかどうかはわからないけれども、1回、その順調なその戻り売りというか、ですね、えー、下落のパターンが崩れる可能性があるので、5の移動平均線と1分足の、えー、組み合わせでご覧になるといいかなと、そんな気はいたします。あと、エントリー後にスプレッドが広がってしまうことはた,たまにそれはございます。 それ当然、それだけ相場が大きな変動しているので、銀行さんの、ですねあの要するに提示するレートがこうワイドになるといったことが背景でございますけれども、その場合っていうのは、えー、確かにこのまま持ってて、ですね逆に言って、損切らされたということも、私も過去、経験あります。ただ、えー、瞬間的にその動きがあって、スプレッドがパッと広,い広がってもですね、 それが何分も続くということは多分ないはずで、自分の経験則上だと、まあ、30秒から1分の間には多分縮まってくるだろうというふうに思います。したがって、えー、あまりに変な動きをすれば、一回、損切った方がいいかもしれませんが、えー、落ち着くまでちょっと待つ方が私の経験としては多いかなと、自分はそのような経験を、あのごめんなさいあの、行動するかなと、そんなふうに思います。 まあこれだけあの相場がです、ね、ボラティリティ高いとです、ね、あの通貨ペアによりましては、突然大きく動いたりもいたしますので、えー、瞬間的にスプレッドが広がる可能性は当然ございますが、えー、これがずっと続くわけではないので、えー、まあ多少なりとも、えー、こうスプレッドがこう戻ってくるまで、ちょっとの間、ちょっと待ってみるというスタンスでおやりいただいたらどうかなというふうに思います。 またご質問ございましたら、ぜひメールでお寄せくださいませ。よろしくどうぞお願い申し上げます。これで本日のモーニングショット終了でございます。よろしくどうぞお願いいたします。